どうも、ケイスケです。突然ですが、皆さんレンズフィルターっていうもの自体の存在は知ってますでしょうか？あんまね、こうカメラとかレンズとかっていう話ばっかしてるとですね、ちょっとこう頭から抜けがちなんですけども、実はそのカメラとかレンズ以外にもですね、いろんなこうアクセサリーっていうのがあります。まあそれはまあ SD カードもしっかり、バッテリーもしっかりなんですけども、今回言う、こうレンズフィルターもめちゃくちゃ重要な要素の一つなんですよね。でまあその SD カードとかバッテリーとかっていうのはカメラにとってはマストなアイテムじゃないですか。カメラ撮影するのにもうなくてはならない存在ではあるんですけども、レンズフィルターに関しては確かにそうじゃないです。もう完全にこれがないと撮れないっていうアイテムではないんですけども、まあ、そのレンズフィルターっていうのをレンズにね、こういうところにくるくるとつけるだけで、実はね、その他の人とのこう差をすぐに生み出せたりとか、僕たちがやりたいっていうような映像表現、例えば映画みたいな映像表現っていうのをすぐに演出できたりすることもできます。で今回はそんなねフィルター、まあ、レンズフィルターって本当にいろんな種類あるんですけども、特に今回は僕の使ってるソフトフィルターについてご紹介していきたいと思います。まあ、早速紹介しちゃうと、ここにあるニシっていうメーカーのソフトフィルター、ブラックミスト4分の1っていうのを使っています。もうほぼほぼ最近の映像、ここ1年ぐらいかな、半年1年ぐらいの映像はほぼこれをつけて撮っていることが多いです。で本当にこのフィルターをつけるだけで映画みたいな光が演出できるし、それこそ韓国のドラマとかももうほぼこのねソフトフィルターっていうのを使ってる映像めちゃくちゃ多くなってきてます。まあ、今回はそんなフィルター、これね1個だけでもつけておくとちょっとだけでも自分の映像を進化させられるってことで、このフィルター今回はじっくりとご紹介していきたいと思います。早速いってみましょう。でちょっと僕の話になるんですけども、ちょうど最近ね、韓国のスタートアップっていうドラマを見てます。 Netflix でやってるやつですね。でそれとか、あと韓国のドラマだとイテウォンクラスとか愛の不時着とか、ちょっとね愛の不時着は見てないんですけども、イテウォンクラスはそのスタートアップに関しては多分ねこのソフトフィルター使ってます。でもちろんそういう韓国のドラマもそうだし、いろんな映画、海外の映画とかも見てみると、かなりねこのソフトフィルターっていうものが使われてるのがわかります。まあ、ソフトフィルターってざっくり言うと、こういうね普通のパキッとした映像をちょっとねこれつけるだけでふわっと柔らかくしてくれるというようなアイテムになってます。で日本でソフトフィルターっていうと、多分健康のブラックミストっていうねソフトフィルターがあるんですけども、あれは実は写真用で、動画とかにやるとかなりホワッとしすぎるんですよね。でまあそのねブラックミストだと、まあホワッとしすぎるからっていうので、まあ、動画のね効果のちょっと薄めというか、適切なソフト感を演出するフィルターっていうのが、まあ、今回ご紹介するニシっていうところのフィルターです。でちなみに海外のティッフェンっていうところの、ソフトフィルターっていうのが、まあ、一番ね多分映像業界ではメジャーなのかなっていうふうに僕も思ってるんですけども、それね1万5000円ぐらいするんですよね。で対してこのニシのフィルターって7000、8000円ぐらいで買えるんですよ。で実際僕もねティッフェンの、ソフトフィルターも今このね、ニシのソフトフィルターも持ってるんですけども、比べてみたんですけども全く変わりないです。もう本当に1ミリたりとも変わらないんじゃないかなっていうレベルなんで、正直もうこっちのあのニシのフィルターの方が安いんでおすすめです。で使い方もめちゃくちゃ簡単で、このねレンズの上にくるくるくるっとつけるだけでもう装着完了です。あとはもう撮影するだけって感じですね。でもちろん重ね付けっていうのもできるので、僕ね ND フィルターもニシっていうメーカーの使ってるんですけども、これもさらにソフトフィルターの上につけて撮影することが多いです。こんな感じですね。普段はこれで撮影してます。で一応レンズそれぞれにこのねフィルター径っていう、ここのねレンズのこの部分の大きさっていうのが決まってるんですけども、僕の持ってるレンズっていうのはだいたい 67mm っていうねフィルター径で揃えていますので、まあ一応この1個、僕が使ってるのは、ニシのブラックミスト4分の1の 67mm、 これを1個持っておけば僕のほとんどのレンズでこれ1台で運用できるという感じになっています。でもちょっと実際撮ってきた作例みたいなものも今までの映像も含めてちょっと見ていただけると嬉しいです。早速どうぞ。
はい、いかがでしょうか。まあ、大体こういう感じでね、ソフト感のある光を演出できます。まあ、使うシーンとしてはもう正直僕はね、このソフトフィルター常につけっぱなしです。どんなレンズ使う時にも常にこのソフトフィルターをつけて使っています。まあ、なんでかっていうと、僕のねやりたい作例、もっとねちょっと思い出風というか、まあ、ドリーミールックとかって言われたりするんですけども、まあ、ほわっとねした光を演出するっていうね手法がすごく好きなんで、普段からもうほぼこれをつけて撮ってます。でちなみにこの前のね、この横浜の映像っていうのも、このね、ソフトフィルターと、今撮影している 40mm のね、バティスのレンズで撮影しています。で一応このソフトフィルターには、ホワッと、その光のホワッとさせ具合、濃度みたいなものがね3種類あります。僕のメインで使ってるのはこれね、ブラックミスト4分の1ってやつですね。で他にも、ブラックミスト2分の1、ブラックミスト8分の1と、8分の1より4分の1の方が、4分の1よりも2分の1の方がホワッと感が強いと、ソフト感が強いという形になります。で、まあ、なんでこの3種類の中で僕が4分の1を使ってるかって話なんですけども、なんか絶妙なんですよね。まあ、これは昔ね、オックソスさんとちょっと話してた時に4分の1がやっぱいいよねみたいな話をしてくれて、それでまあ最初4分の1を買ったっていうのはあるんですけども、その8分の1ソフト感の薄いフィルターを使うと、本当に逆光のシーンぐらいでしかこのねソフト感っていうのは感じられないです。まあ、逆に言うと8分の1だったらね、ずっと本当につけっぱで逆光のシーンだけホワッとさせるっていうんであれば、8分の1はめちゃくちゃぴったりなのかなと思います。で逆に2分の1になってくると、もう普通のこう逆光じゃないシーンでも結構こうドリーミーな、ソフト感のあるルックになるんですよね。まあそれは好き嫌いが分かれるんで、まあ、最初選ぶとしたらこの8分の1か4分の1、個人的には4分の1の方が、まあ、ある程度やっぱり効果が分かんないと撮ってて楽しくないっていうのもあるんで、こう絶妙なね効果が分かるんだけどもいやらしくないぐらいの光を演出してくれる4分の1の方が個人的にはおすすめかなと思います。でその先もっとね自分の表現したいものっていうのが見えてきたら、8分の1とか2分の1とかその辺も使ってみるといいのかなと思います。ケイスケの動画で、ちょっとここからは僕の考えなんですけども、まあ、レンズフィルターの存在意義みたいなところですね。まあ、正直このねブラックミスト、ミスト系のフィルターっていうのはポストプロダクション、まあ要は編集、動画編集の時に追加することだって今の時代ではできるんですよね。できるんですけども、まあ、1個はまあめんどくさいというか、編集の時にね負荷をかけすぎると、まあ、作業効率が悪くなるっていうのも1個あるし、あとはちゃんと撮影の時に意思を持ってこれをつけるつけないの判断ができるようになると映像も上手くなると僕は思ってます。やっぱ自分のやりたい表現ってどうだっけっていうのを編集の時に初めて考えて思いつくか、それとも撮影の時にもうすでに思って持っていてその通りに撮影ができるかっていうのは結構ね大きな違いがあると思ってます。まあ、そういった意味でもこのレンズフィルターっていうのは皆さん持ってない方すごい多いと思うんですけども、1個つけてみると本当に映像進化します。もうシンプルに最初はあ、めちゃくちゃ良くなったって感じるかもしれないです。そういうレベルで良くなる、まあ、そういうねレンズの上につけて効果をつけ足すっていうのは本当に、ね、人との差別化になると思います。やっぱどうせ作るんだったらちょっと人と違うものというか、ちょっと人より新しいものだったり、なんかなんだろう、こう自分なりに素敵だと思えるものを作りたいじゃないですか。まあ、そういう素敵なものを作る一つの要素として、ぜひレンズフィルター選んでくれると嬉しいなと思ってます。で、さっきも言ったんですけども、まあ、西のね、ブラックミスト4分の1は本当にね、僕ももう1年ぐらい使ってておすすめのアイテムなんで、ぜひ、気になる方は概要欄の方からチェックしてくれると嬉しいです。ということで今回はね、僕のおすすめのソフトフィルターのご紹介でございました。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また僕のねオリジナルのカメララップも再販しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねー。でちなみに途中でチラッと紹介したんですけども、このね西の ND フィルターもめちゃくちゃおすすめです。なんでおすすめかっていうポイントをさらっとご紹介すると、まずですね色味ちょっとね青っぽくなります。僕ちょっと青みがかるルックがすごい好きなので、このね青の ND フィルターっていうのは僕にすごい合ってるかなっていうのが一つ。あとですね、これカラヘン ND フィルターって言って、フィルターをね、回すと暗くなったり明るくなったりするフィルターなんですけども、ちゃんとですね、変化する幅っていうのが決まってます。で、普通の ND フィルターだと、回りすぎちゃって、こう、色にね、ムラができたりするんですけども、そういうムラが一切ないっていうのもいいところ。まあ、あとは、このね、ND フィルター、このクオリティで、1万円ちょっとかな ?1 万2、3000円かなぐらいで購入できちゃうんで、まあ他のフィルターよりも安いっていうので、もう僕はこの ND フィルターもめちゃくちゃおすすめです。ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。